はい、大変です。お昼食べてないですね。今日は買い物行ってて、あ、セブンイレブンでね、アメリカンドッグってやつね、108円ね、食べてね、あのカステでね、ラジオ聞いててね、なんかあのアメリカンドッグのね、根元のカリカリしてるところがね、好きでなんてね、ラジオでやってて、ね、それ聞いたら食べたくなっちゃってね、ここ 3本ぐらい食べたかな。いっぺんじゃないけどね、普段あんま食べないんだけど。で、大体ね、スーパーでこのとんかつみたいなお肉がね、3枚でね、いくら480円ぐらいだったかな。なんか4割引きって書いてあったもんでね、買ってきちゃってね、冷凍したらいいけど、1枚ね、使うやつね、別にして、2枚ね、残ったやつ凍らかせればいいんだけど、いっぺんにね、あの凍らかしちゃったもんでね、切れないんだよね、これ。くっついちゃってね、で、あとはね、あの半額で買ったね、玉ねぎと、あのこれも人参ね、人参得意の半額ちゃん、で、あとはじゃがいもちゃんがあるんだよね、で、カレーじゃないよ、カレーじゃない、これクリームシチューやろうと思ってね、そう、今から、はい、んで、まあこれだけね、一応あの豚のお肉がね、取れたんでね、もうちょっとこれ頑張ってみようかな、これ1枚ね、そんな感じで、タイでね、今日はクリームシチューをこれから作るでした。はい、ありがとう。